ロリサバ、結果報告。そしてガチャ引いてみたよはい、皆さんお疲れ様です。こんばんは、勝吉です。フェイトグランドオーダーじゃないや、ドリフトスピリッツということでね、無事イベントが終わりまして、結果639位ということでね、久しぶりの、まあ、参戦にしては、まあまあ、結果が残せたかなというところで、よく頑張りました。この景品をね、たくさんいただいたので、まあ、ガチャやら何やらやってみようかなと思います。あ、ちなみにね、このシレイティもね、なんとか3台、ドロップしましたね。はい、そういったわけで今回はなんといってもですね、86の M2 マシン、これかなということでね、1回 50% の確率で引けるということでやってみたいと、そのように思います。2分の1か、どうだ、赤トレやったね、やりましたね2分の1の確率、はい、勝ちました。はい、というわけで、まあ他にもね、なんかチケットもらってたな、まだこのチケットのあれを把握してないんだけども、これか、1500枚もらったんですね。というわけでこれをね、20連ぐらいちょっとやってみようかなと思います。ほい、おー、赤トレ、お、なんだこれ、初めて見たぞ。はい、餌ですね、この辺はね、爆高仕様、爆化仕様、赤トレ。やっぱこのガチャ赤トレがいっぱい来るんですね。うわー、すげえ、おお、すげえ、本当に赤トレいっぱい来る。大抵星5クラスがありますね。ああ、いいですね。ああ、でもこんなのって正直なんかなかなか欲しいなっていう車がちょっとない。うん、今実はね、3号のニスモ、あれはね、実は、コイン交換とかで、ポッと割った。星4、星5と、まあそんな感じで、いい感じじゃないですか。まあちょっと見て。さあ、もう10年やってみようかな。もう500はちょっとなんか、取っとこうかな。貧乏症なもんでね。はい。そういったわけで、500、やってみます。おお、さっき待ったな、これ。今度は赤率があまり良くないのかな。どうだ、はい。おお、赤トレ来た。はいはいはい、赤トレ。星6は来ないですね、なかなかね。まあ、そんな簡単に来るもんじゃないかなと思ってるんですけど。はい、赤トレ。そうか。まあまあいいヒントで来てくれますね。おお、なんかポルシェが来た。はいはいはい。というわけで、まあ無料でいただいたチケットも、まあまあ結果はオーライというところで、ああ、この3つか。まあまあまあいいでしょう。出ませんでしたけどね。はい、そういったわけでですね、また明日からというかね、木曜日かイベントが始まるというところで頑張っていきたいと思います。それではまた皆さん、ごきげんよう。また遊びに来てねー。